ごご覧いいただきありがとうございます現地10月30日、1勝1敗で迎えたワールドシリーズ第3戦、ダイヤモンドバックスのホームタウン、アリゾナ州フェニックスは快晴、試合開始時点の気温は25度、満員のチェイスフィールドの屋根はオープン、レンジャーズの先発はベテラン38歳、15年前、2008年、このチェイスフィールドでダイヤモンドバックスの一員としてメジャーデビューを飾ったマックス・シャーザー。 その2年前、2006年、水売大学からダイヤモンドバックスにドラフト1巡目、全体11位で指名されたシャーザー。ただ、ドラフト後、すぐにはサインをせず、代理人にスコット・ブラスを雇い、契約内容の交渉を行います。これが難航。時間を要したため、この間、一時期独立リーグでもプレーしたシャーザー。最終的にドラフトから約1年後の2007年5月30日、デッドラインの夜12時を前に、4年、 430万ドル、出来高で最大600万ドルになる契約でサイン、晴れてダイヤモンドバックスの一員となりました。そして2008年4月29日、アストロズ戦でリリーフとしてメジャー初登板を果たすと、2年間で37試合の先発、46試合に登板しました。そのシャーザー、ワールドシリーズ第3戦を前に、ダイヤモンドバックスでプレーした当時を振り返りました。 Uh, this is where I debuted. I mean, this is where I broke into the league, and uh, you know really got to establish. I got to play with some great players uh, at the time. You know, got to learn from those guys. It was short. Uh, you know, just that basically year, year and a half. But uh, you know, fortunate for the opportunity I did get here. Uh, to my, you know, my debut with the Diamondbacks. I mean, there's two of the best in the game at the, at the time in terms of Brandon Webb and Dan Haren, and then obviously Randy for his whole career, what he was able to do and be able to sit there and learn and watch these guys go about their business. I mean, I'm as lucky as there can be to be able to have that be your, you know, the, your teammates when you first break into the league. Um, you know, it's a lot of it was kind of the little nuances of the game uh, that you kind of take from. Uh, I still remember to this day from you know Dan and obviously Randy, um, and you know how Webby pitched. You know with his you know sinker changeup. You know how he, that was really effective for him. And so um, you know I, I actually wish I, I could go back and circle back with these you know those guys and actually compare notes now. 短期間ですが、28歳のアダム・ダン。さらに、後に MLBPA、選手会のトップ、専務理事となり、役員となるシャーザーと共に、オーナーたちを相手に、労使協定交渉をリードすることになる、トニー・クラークらも在籍していました。そしてシャーザーは、2009年シーズン終了後の12月、トレードでデトロイト・タイガースへ。そこからはご存知のように、現在に至るまでのキャリアで214勝、300奪三振以上、ワールドチャンピオン1回。 サイヤング賞回将来の殿堂入りは確実とされていますがフルスダイヤモンドバックスを相手にもキャリア通算12試合9勝0敗防御率2.6578イニングスで111奪三振ウィップ0.872と容赦ない数字を残しています今回のワールドシリーズ第3戦はシャーザーのキャリアにおいてポストシーズン30試合目の登板となりますがダイヤモンドバックスとの対戦は初そして今ポストシーズンのシャーザーは アストロズとのアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズでの第3戦で4回、ヒ被ンダー5、5失点、第7戦で2回3分の2、被ンダー4、2失点としています。そんなシャーザーと投げ合うダイヤモンドバックスの先発はルーキー、25歳、ブランドン・ファート。今ポストシーズンは4試合、16.2イニングスで5失点、防御率2 7でリーグチャンピオンシップ第7戦、アウェイのフィラデルフィアでは4回、2失点でした。 そのブラントン・ファート、初回を三者凡退。一方のシャーザー、ランナーは出しますが、三人で切り抜けます。しかし2回、ダイヤモンドバックスはこの回先頭のクリスチャン・ウォーカーがセンターへのツーベース。ここで第2戦4、4打数4安打のトミー・ファムはライト前、アドリス・ガルシア、バックホーム、余裕を持ってアウト。三塁コーチは一旦回していますが、その後ストップサイン。しかし、ウォーカーは見ていません。突っ込んでアウト。 それでもツーアウトランナー二塁、アレク・トーマスの打球はピッチャー直撃、サード、ジョシュ・ヤンがカバーしてアウト。シャーザー、無得点で切り抜けます。直後の3回、レンジャーズ、先頭のナサニエル・ローはセンターへのツーベース。ツーアウトとなって、マーカス・セミン、左中間へのタイムリー。レンジャーズ先制。そして、コーリー・シーガー。ファートのチェンジアップを完璧に捉えて、ライトへのツーランホームラン。3対0。 しかしこの後マックス・シャザー4回のマウンドに向かう前にこの表情背中に違和感投球練習を行いますが GM のクリス・ヤングもやめろと残念ながらここで降板となりました試合後に取材に応じたシャザーは背中が固まったような状態痙攣だとしアレク・トーマスの打球が当たったことは関係ないと説明過去にも同じような状態になったことがありある時は2日から3日で回復したが ままたたある時はそれ以上の日数がかかったとしています本人の言う通りであれば、たとえシリーズが第7戦までもつれたとしても、再びマウンドに上がることは難しいでしょうか。レギュラーシーズン終盤、9月中旬に上腕三頭筋を痛めて故障者リスト入り、回復後、急ピッチで調整してリーグチャンピオンシップシリーズから2試合に登板していましたが、この3試合目で残念な展開となりました。 レンジャーズはこの緊急事態にジョン・グレイがマウンドへ。現在31歳。メジャーキャリア9年で205試合に登板。そのうち先発が204試合ですが、今ポストシーズンはリリーフとして2試合に登板。そしてこの日も6回までの3イニングスをパーフェクトに抑えてみせます。試合は3対0のまま8回。ダイヤモンドバックスがレンジャーズ3番手のアロルディス・チャップマンを攻めて1点を返しますが、畳みかけることはできず。 ケテル・マルテのポストシーズン連続試合ヒット記録も18試合でストップレンジャーズ最後はクローザーホセ・ルクラークが締めて3対1で勝利敵地アリゾナでの3連戦初戦を制し対戦成績を2勝1敗としました先制のタイムリーを放った7年1億7500万ドルのセミアントツーランホームランを放った10年3億2500万ドルのシーガーそして 緊急交板したシャーザーの後を受けて3回をパーフェクトに抑えた4年5600万ドルのジョン・グレイ。いずれも2021年オフの FA で、くしくも3人が同じ日、12月1日にレンジャーズとサインしていました。総額5億5600万ドルのスターパワー。ワールドシリーズで炸裂です。 なお、レンジャーズは8回の打席でセンターフライに倒れた際に左脇腹を痛めたルイス・ガルシアも途中交代となっていましたが、その後、MRI 検査を受けており、結果は後ほどリリースされる予定です。ポストシーズンを通じて好調、リーグチャンピオンシップ MVP、ワールドシリーズ第一戦でのサヨナラホームラン、そしてこの日の守備と、チームに勢いをもたらし、勝利に導く活躍を見せてきたガルシアの状態が心配されます。 シリーズは現地31日の第4戦へ。レンジャーズの先発はアンドリュー・ィーニ一方のダイヤモンドバックスはブルーペンで。オープナーはサウスポーのジョー・マンティプリーの予定となっています。ご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。じゃんけんぽん。